はい、どうも、こんにちは。適当です。今日は、パラノマサイトの続きやっていこうと思います。ちょっとね、さっきまで配信してたんだけど、なんかね、今、洗いざらいにもう一回全部調べ直したんだけど、そしたら、この、スミ警部のチャートで、新しいのが大取り物かな出てきたんで、続きをようやくできるようになったので、やっていこうと思います。じゃあ、これからいきます。よろしくお願いします。あ、また1時間ちょっとしかないけど、やれるとこまでやろうかな。大捕物、須見哲夫、前回のあらすじ。白石道夫から根島文親の隠れ家を聞くことができた。エリオと堤見は本部にも増援を要請して、根島確保のため大捕物を繰り広げるのだった。堤見哲夫、午後4時台、本部より各局。仮出獄中に大量の殺人の予告をした容疑で手配中の根島文親の所在地を本庁職員が発見と。同被疑者は職員の訪問前に住所を脱出し、現在墨田区内を逃走中。徒歩での逃走と思われるため、各建物、建造物への潜伏にも警戒し、各局は男の捜索に当たれ。なお、同被疑者は大規模な殺傷が可能とされる凶器を所持している疑いがあると。爆発物や有毒ガス等の可能性に厳重に警戒されたし。旧安田庭園。すみません、ボス。根島の隠れ家は探り当てたものの、直前で取り逃してしまって。仕方ねえ。あちらさんも警戒してただろうしな。まあ、この規模で捜索してたら捕まるのも時間の問題だろう。ところで、ボス。どうしてここに来たんですか？根島の行きそうなところってんで、一応な。験担ぎみてえなもんだが、昔捜索中にここに隠れてたことがあってよ。そうなんですね。でもさすがに20年前と同じところに潜むなんて真似は。そういえば手配で回ってきた根島の顔写真ですけど。仮出獄時のものだそうですけど、20年前とほぼ変わってなかったですね。獄中生活でどうすりゃあの体重をキープできるのか意味わかんねえけどな。でもあれなら見つかればすぐにわかりそうですから助かりますね。だが一つ気になるのは、ここまで大規模に捜索して検問もしてるのに全く引っかかってこねえわけだが、まさか人相が変わってたりしねえよな。でも仮出獄の時ってたった半年ちょい前ですよ。半年もありゃ人相変わるくらい体重落とせるだろう。そもそも駒形高校に勤めてて誰にも気づかれなかったくらいだし。なるほど。だとしたら仮出獄の時の写真で聞き込みをしても見つかりませんね。この仮出獄の時に20年前と変わってないって言ってたから、足宮のおっちゃんの写真で聞き込みしねえと見つからんやろ。さっきこの園内を一回りした時は誰もいませんでしたけど、もう一回回ってみます？いや、そんなにすぐに変わらねえだろ。少し落ち着いて考えてみよう。なんだ、結局息抜きに来たんじゃないですか。オッケー、ボス。さて、根島の野郎はどこに逃げたか。町中警察が捜索中で騒がしいですが、ここは人も少なくて静かですね。今日はずっと忙しく走り回ったんで、ちょっとした気分転換になりますね。あれ、ボス。ん？今あっちの茂みあたりで何か聞こえませんでした？ん？風じゃねえのか。おい、誰かいんのか。お、本当に出た。おーい、ちょっとそこのあんた、
話を聞きねえんだがよ。何ですか。アシミヤじゃん。ニジマ。お前さんどっかで会ってねえか。いや、今時そんな古い口説き文句じゃこんなおっさんすらなびかねえっすよ、残な。おっと、すまねえ。思ったより身持ちの堅いやつだったか。あんた、ここで何してた？仕事が休みになったんで、ちと休んでたんでさ、ここ静かで気に入ってましてね。ちょっと人を探してるんだが、話聞いてもいいか。どんなんだい？あんたみたいなダンディーから追っかけられてるこんなやつは。いや、そうでもねえんだわ。俺がこっちとら追っかけてばっかの人生でよ。そうですよ。奥さんと娘さんにも逃げられてるくらいですからね。営業やめてくれ。俺が一番効く。かはは、そりゃ気の毒にな。こんなきつい目で睨みつけるからじゃねえの。おう、そうだそうだ。ちょうどそんな風に笑うやつを追っかけてんだわ。あんた知らねえか。いや、知らねえな。そんな気持ち悪い笑い方するやつ。絶対ろくな人生歩んでねえよ。ねえっすよ、そいつ。そんなことはねえ。まだまだこれからだよ、これから。そんなもんかねえ。エリオ通報だ。応援を呼べ。え？まさかあいつ？逃げた。あ、逃げた。待て！俺が追う。エリオは応援呼んでこい。はい、通報は任せてください。やっと出会えたら、ねじまふみちか。本部より各局。対象者を旧安田庭園で発見。現在、駒形橋方面に逃亡中。襟を反対側回れ。足で挟み撃ちだ。はい。観念しろ、ねじま。足は包囲した。もう逃げられないぞ。おいおい、そんな物騒なもん街の中で出すんじゃねえっての。こっち丸腰だぜ。あんたからも言ってくれよ。いつの間に日本の警察がそんな簡単に一般市民に銃を向けるようになったんだ。お前さんは大量殺戮兵器を持ってるってことになってるからな。何の問題もねえ。とはいえ昼間じゃ呪詛も使えねえだろ。おとなしく投稿してくんねえかね。あれ、昼間じゃ呪詛も使えないような素人だって誰が言った？聞いてねえのか？俺が魔法使いだって。まさか、黒魔術で、本当に？そんなもんデタラメだろ。あったりかますんじゃねえよ。お前さんが系統してた西洋黒魔術と今回の呪いは全くの別物だ。専門外だろ。それにもし本当なら今日の日暮れまでわざわざ待つ必要なんてねえだろ。もう日暮れまで律儀に待つって信じてもらえるなんて嬉しいね。こっちも祝いがやられちまってもう後がないんですわ。それはいいこと聞いた。もう少し追い詰めりゃ諦めもつくな。おいおい、勘弁してくれよ。そしたら何するかわかんねえぜ。こっちの若いのも何するかわかんねえぜ。え、そういうやつ。おい、エリオ、こいつが妙な動きをしたら撃っていいぞ。え、本当ですか。俺やるときはやる男です。おいおい、けしかけなさんな。お前どこまで冗談かわかんねえんだよ。おめえさんも意味わかっててやるとかやんねえとか言ってんだろうな。もし俺が丸腰だったら責任問題だぞ。また世間に叩かれるぞ。そうなったら立場的にボツが責任取るんで俺は大丈夫です。おい、本気かよ。こいつやべえっす。いい部下だ。ああ、怖え怖え。若い警察官も捨てたもんじゃねえな。いずれにせよお前がおとなしくしてりゃ済む話だ。ボス、腕が疲れてきたんでもう撃っちゃってもいいですかね。あ？お、いいぜ。いや、待て待て、バカか。お前ら二人揃っておバカだろ。目が本気っぽくて怖いんだよ。そんな理由で撃つやついるかよ。あ、そうだ。もうちょっと我慢してやってくれ、エリオ。オッケー、ボス。たく、おめえ、どういう攻撃してんだよ、部下に。いや、特に何も。天然かよ、どっちも。
ビッテテテテヤジウマ集まってきちゃったね。まあ話聞くか。話をすんのも構わねえけど、まずこの物騒なもんどかしてくんね。こんなん向けられたらおめえちまって、まともに話なんかできねえよ。いやダメだダメだ、そのまま話せ。おいおい、このマカゾ手が震えてやがるぜ。いつ指に力が入るかわからんぞ。あ、緊張感あるだろ。俺もだ。おお、おめえやっぱどうかしてるわ。犯行予告について。電話での犯行予告だが、あれ本気か。あ、喜べよ、今でもやる気満々だ。どうやってやるつもりだ。今ねっつってんだろバカか。だが一つ言えるのは、こっちは別に日暮れまで待つ義理なんじゃねえってこと。あんたが一番嫌がる、一番効果的な使い方をさせてもらうぜ。もう十分嫌がってるんだがな。いや足りねえ足りねえ、もっとだよもっと。欲しがり屋さんだな。こいつら仲いいな結構。そうそう、お前さんの大切なあっちの標的の方もバッチリやってるからよ。今のうちに怯えておいた方がいいぜ。クソさせるかよ。そうでなくてもそっちはそっちで厄介なことになってるっていうのに。おほ、いいねいいね、その表情たまんねえな。おめえさん、カダハの足の術玉持ってるのか。もちろんあるぜ、ほら持ってるわ、カダハの足。やべ、おっと、奪われねえようにしっかりしまっておかねえとな。術玉のことどこで知った。お前さんの黒魔術とは全く違うもんだろ。入れ知りしたやつがいるはずだ。
雪だる寸前の女性を探して地下倉庫に連れてくると魔導書の通りに生贄を捧げる儀式を敢行した。1回目は特に効果は出なかった。法廷にためらいがあったのがいけなかったのだと思い、もう一度できるだけ手早くやってみた。でもやはりダメだ。同じように合計で4回行った。いずれも使い終わった遺体はさらに細かく解体して汚染された隅田川に捨てたが、それで見つかることはなかった。しかし4回目の儀式でも特に効果は現れず、ついのまま後片付けをしている時に傍らにいる痩せ細った赤ん坊に気がついた。そしてねじま一言つぶ、おめえが死ぬな。悲しいね。あは、くそ。俺は約束をきっちり守る男だぜ。やば、やる気かこいつ。数百人を、数百人を乗る条件をすでに踏んでいる。なんだよそのめちゃくちゃな条件、呪詛玉で格差ありすぎじゃね。しかもよりによってそういう呪いをあんたが引くとはな。まあ俺もこれがいいって聞いただけだがね。なんだと、誰に聞いた。おっと、なんでもねえなんでもねえ。ははは、はやっぱりこの呪いについて入れ知恵したやつがいるな。いや何のことだかさっぱりだ。誰かはこいつを操ってる人がいるのかな。変わったら、この復讐のための執念でここまで体を絞ったってことか。恐ろしいわ。まあともかく車でつは俺はもういいや。これで信用できなくなった窓書は岩井に譲ったってわけば。あいつは利用できそうだったからな。演じ込むよううまくすり込んだぜ。本当に今すぐ何か起こせるって可能性もゼロじゃねえ。こいつを力ずくで押さえつけようとするのは危険だな。刺激しすぎねえ程度に話をして油断させるか観念させるしかねえな。身柄を拘束できれば最善、事前で術玉だけでも回収してるところだが、いずれにせよこいつが術を使えるのかどんな条件なのかを探らねえことには動けねえ。でもよ、お前さんが術玉を昼間でも使えるっていうのはこの場を逃れるための嘘だよな。さすがにもういいだろ。さてどうだろうな。いやいや、この状況でおめえが今すぐ術を使わねえ理由はねえだろうか。この状況を満たしているって数百人を今すぐ呪い殺せんならここで交錯される前にやるだろ。さすが堤の旦那、笑い方が変だね。そうだよ、あんたの言う通りだ。だからもう使ったよ数人に。あ、ほれほれ行かなくていいのか確認。今どこでな、誰が何人死んでるのか確かめに行っといた方がいいぞ。なんだといつの間に。おい、言えるよ。ねじまから目を離せないまま警官を呼んで確認に出せ。オッケーボス。おい警官、誰かこっちへ。おお、頑張れ頑張れ。これあやめいね。これあやめだろ。まあこのまま放っといたらどんどん数は増えていくけどな。さーてどうする。ここで俺を見逃さねえともっともっと被害者は増える一方だがな。クソ、ハッタリだろどうせ。そう思ってるなら俺は別に構わねえけどな。今当のあやめ、ほらいたわ。え、なんで。待て、ちょっと待て、なんであいつがこんなところに。う、やべ、目があった。いやいや、ダメだろ、4人寄って今から。なんで今なんだよ。もう最悪、タイミング最悪だ、逃げろ。あいつが気づく前に早く。
ああ、でも聞かねえと。波明との話を聞かねえと。ボス、どうしたんですか？そんなによそ見をしてたら。お？うお、しまった。う、はいや、逃げろ、あやめ。あやめ知ってんのか？よう、とうのあやめだな。会いたかったぜ。え、あ、お父さん。あやめ、おい、やめろ、待て。え、これ、あやめ？スミの子供なのか？こっち来い。キャー。痛い、やめて。おっと、近づくな、殺すぞ。別れた嫁と娘、一人暮らししてて20代ぐらいって言ってたら、あやめが堤の子供だったのか。おい、やめろ。やめるかよ。じゃあな。うわ、危ない。あの野郎、あやめを人質に連れて道路を強引に渡っていきやがった。おい、絶対逃がすんじゃねえ。逃げられたな。普通に逃げられた。え、堤哲夫、午後4時台本部より各局、被疑者は駒形橋での包囲を抜けて脱走、現在人質の女性1名を連れて逃走中。いやー、ボス、これは完全にやっちまったやつですね。これは完全にやっちまったやつだな。俺の失態だ。網にかかるのを期待するしかねえ。今度はねじまの面も割れてるんで時間の問題ですよ。人質もきっと無事ですから元気出していきましょう。あといいかな。にしてもさっきの子がボスの娘さんだったんですね。いやー、遠野が、こいつとスミがこ、あれか、親子だったのか。わからんかった。似とるか、スミ。そうだね。いや、似てはない。お母さんに、わからん。仕事ばっかで構ってやんなかったからとかなんか言ってたよな。明日からずっと行方がつかめなかったのに、まさかよりによってこんな場所に現れるなんて俺びっくりしました。ああ、よりによるにしたってちょっとよりによりすぎてる。落ち着いてください、ボス。言葉おかしいです。ああ、こんにちは。トムさん、オスオス。もうちょっとでね、一応3時までなんだけど、パラノマサイト、終盤まで来てるんだけど、このゲーム面白いから。そういや、波垣と一緒の車に乗ってたのって、やっぱり彼女だったんですか？そうだよ。もう事件が解決する、もうちょっとで。いや、それはまだ。本人に確認を取るまで信じねえぞ。これやっぱあやめがコナン呼ばなきゃ、コナン読まないか。あやめが怪しいんだよな、どう考えても。わざわざこのねじまとさ、堤が対決してるところにわざわざ顔出しに来るのがよくわかんねえ。偶然にしても出来すぎだ。波垣が交通事故を起こした時に助手席に座ってたのもあやめやから、なんかあやめが関係してんのはわかんない。ボスともあろう人が相当答えてるじゃないですか。じゃあ寒天三つ飴でも食べて元気出しましょうか、ボス。あ、それはありだ。こういう頭が回んねえ時こそ脳に糖分を与えてたな。あ、すみません、ボス、ケーラに無線連絡入ったみたいなんで行ってきます。なるほど、こうだ、絶対吉報だ。これ現実逃避してんな。ボス、おめでとうございます。ねじまが発見されたそうです。お、見つかったが人質は無事か。とにかく至急来てくれってことなのですぐに行きましょう。
まあ、自分の娘が殺人犯に殺人されたらそりゃ焦るわな。だってあ、ねじま死んでるわ。これ絶対あやめがやっただろ。人質に返り討ちにされただろ。うわ、そうきたか。死んでるわ。午後4時28分、足宮誠改め根島文親、旧安田庭園敷地内にいて全身を殴打された状態で死亡しているのを発見。全身約110箇所に及ぶ打撲創あり、何者かによる傷害致死とみられる。歯も欠けて、所持品は一切なし、すべて持ち去られている模様。また人質となっていた女性は現場付近には確認できず、現在重要参考人として捜索中。これさ、堤の自分の子供がもしかしたらやっちまったって可能性を考えると、これ堤は捕まえるのかな、自分の子供。どうするんだろう。あー、また続きが出ちゃったか。これマダムから行くか、アルエさんから。あと30分ね。最終手段、今ハルエ。前回のあらすじ、救出した長沢麻耶とともに弓岡を問い詰め、新たな貸り主の情報入手を試みたが、特に有益な情報は得られなかった。そこで敷間邸に戻ると、点々と。杉間春恵、午後5時だね。杉間邸応接間。新しい情報が入りました。本日、墨田区で大規模殺傷兵器を使用すると予告した男を、威力業務妨害の容疑で手配していた事件で、容疑者の56歳男性が一般女性1名を人質に取り、逃走していましたが、午後4時過ぎ、区内の公園で倒れていたところを捜索中の警察官が発見し、その後死亡が確認されました。現場に犯人が所持していたという凶器らしきものは残っておらず、その詳細は不明のままとなっています。また人質に取られていた女性の行方がわからなくなっており、現在も捜索が続けられています。なるほど。ニュースで報道されていたということは、この情報に間違いはなさそうだね。とにかく話を聞いてみようか。おっ、河野あやめが来てる。こいつはさっきの根島文親、犯人に、殺人犯に人質にされてた堤哲夫の子供なんだけど、なんでここに来てんの。あ、なんか連絡先教えたって言ってたな。え、私の言った通りですよね。今ニュースで言っていた人質の女性というのが君で、そして根島文親を自分の持っている呪詛玉で呪い殺したのも君というわけか。あー、とのや、あやめ、やっぱこいつも貸し主なのか。隠してたのか。えへへ、かくまってくれるというのでお言葉に甘えてきちゃいました。やばすぎだろ。あなた何を考えているの。え、何って。それはもちろん最終手段ですけど。何言ってんだマジで。怖え。だってこの場合どうするのがいいのか。ほんで火にいるなんとえらというやつなのか。何考えてるかわからん。セーブしていいか。これなんか危険な香りがすげえ。こいつ、根島文親ぶっ殺してるから、多分結構強い呪い持ってるんだよな。あなたは貸し荷主。あなたは呪詛玉を持つ貸し荷主だったってことね。えへへ、びっくりしました。
実は私も持っていたのでした。うぜえ。ちなみに津軽の太鼓です。それなのに他人の術玉を狙っていたのは。太鼓、確かに津軽の太鼓は持ち主判明してなかったからな。津軽の太鼓、これか。緑町にいてひときわ広い敷地を持って、条件なんやろな、これ。この津軽屋敷の機能、宮蔵ではなぜか太鼓を鳴らすことを許されていたという。神屋敷の存在感もあって、このことは町の人々の興味を集め、さまざまな憶測や噂話が。これだけじゃ津軽太鼓の呪いの内容が分かんねえな。だって人殺しは良くないじゃないですか、と思いません？人殺しは、まあ、まあでも、アレイさんだったらそうは思わないって答えそうなの。どうかしら。あ、おば様は目的のためにはどんな犠牲も厭わないタイプですか。それちょっとどうでしょうか。こんな育ち方をしたのかって思われちゃいますよ。まあ手厳しい。なんか女の探り合いになってきたな。これお互い、マダムもアヤメも貸り主だから、お互い命狙ってんだよな。多分、再婚取り合おうとしてるから。お互い蘇らせたい人がいるから、多分こいつも、アレイさんも、目的成就のためには犠牲は厭わない系だと思うんだ。だから、今ちょっと、女の腹の探り合いが始まってる。なので私が誰かが食べた再婚だけ使わせてもらおうと思ったんですけど、なのにそうも言ってられなくて、みんな育児なしで術を使ってくれないんです。軟弱な世の中になりましたよね。イライラするなこいつ。こういう時、目的のためにためらいなく術を使いまくれるような人も現れないんですか。最初の主人公の沖家翔吾が、最初人殺しまくって、再婚 92% まで貯めたんだけどな。そんなことをしたらどんな育ち方をしたのかって思われるんじゃないの。でも私のためにならやってもらわないと。ああ、そう。君と一緒にいた波垣青年は、呪詛玉を使っていたと聞いたが。なんでそれ知ってるんですか。やだ、この人気持ち悪い。ちょっと知り合いの刑事に聞いてね。うわ、出た。警察との知り合い自慢。いるんですよね、警察との知り合いだからって鼻にかける人。もう警察官なんてろくな人間いないのに。でも、随分と警察を嫌ってるようだね。おばさま、この人怖いんですけど、何なんですか。いちいち動きが大げさだし。お前、プロタンのことをそんな悪く言うな。そういえば自己紹介もまだだったが。僕は、いや、別にいいです。てんてんてん。奇妙な関係やな、こいつら。自己紹介しよっか。自己紹介しておきましょう。そっちも話しにくいでしょ。いいんですか、私に教えちゃって。まあ、私はいいですけど。私はこの家の杉間春江。父と母は警察官僚です。え？いや、警察の人間が最低な人ばっかりだってわかりますよね。ああ。そうね、確かに冷たい人は多いかも。特に身内に対しては。警察官の家族なら何があっても我慢して当然みたいなのはよくあるし。そうそう、それなんですよ。嬉しい、おばさまとはなんか分かり合いそうです。そう、よかった。そして僕は甲斐入った私立探偵をやっている。うわ、聞いてもないのに。しかも探偵。この顔やめろ。甲斐さんが傷つくだろ。
こっそりつきまとって人の秘密を探ったりする仕事ですよね。あ、だからやたら探りを入れてきたりするの。やだ。おお、どうやら何をしても嫌われる流れに入ったような。おばさま、どうしてこんな探偵と一緒に行動してるんですか。ちょっといろいろ調査をお願いしていてね。なんかこっち見てるし。で、何の話でしたっけ。あ、ゆうたろうくんですね。あの人はダメですね。もうビビっちゃって、私が何度もけしかけてようやく恐る恐る使っただけなんですから。この上少し目を離したらあっさり呪詛玉を手放しちゃうんですから、もうがっかりです。なるほど、そうかもね。というわけなので、もう私が自分で最後を集めるしかないって思いました。というのが最終手段です。ところで、君の親は警察官だったりするのかい。あんなのもう父親じゃないです。名実ともに穏やかじゃないのね。もう戸籍上は縁を切ったのに、今日だって偉そうな割に助けてくれないし。どう？あ、はい。今日犯人を追ってた堤って警部、あの人です。なんだって、君が堤警部の娘さんなのか。元です。元。もう他人です。父親らしいことなんて何一つしてこなかったんですから。実は今日警察が追っていたあの根島という男だけど、過去に逮捕された堤警部に恨みを晴らすため娘を狙うと言っていたらしくてね。あ？なので保護するために警察がずっと君を探していたそうだ。今日警察に追われていたのというのはそれだったわけか。え？そんなのわからないですよ。あんな大勢で高圧的に来られたって。え、ちょっと待って。それじゃあ、私、今日はあの犯人に命を狙われてたってことですか。ああ、そうなるね。幸い無事に済んだというか、逆襲したようだけど。だったら、正当防衛ですよね。いや、本当に怖かったんですよ。警察の身内ってだけでこんな目に遭うなんてたまったもんじゃないです。それは本当にね、子供にもとんだ迷惑がかかってごめんなさい。あ、いえ、おばさまが謝らなくても。あ、ごめんなさい、つい息子と重ねちゃって。息子さん、何かあったんですか。春江さん、やっぱ美人なんだよな。うちの子もね、警察へ復讐が目的で誘拐されて殺されてね。うわ、ひどい、最悪、かわいそう。あ、そういえば去年そんな事件ありましたね。おばさまの息子さんだったんですね。それは辛いですよね。今んとこ正面上は仲良くしてんだけど、まあさ、表面的な探り合いだな。あなたは根島に人質として連行された後、庭園で呪詛玉の呪いを使って逃げたってこと。まあそうですね。もう無我夢中でどうにか逃げなきゃと思って。え？今、使うことができるの？呪詛玉を。確かに昼の間は呪詛玉が無反応になってましたけど、もう夕方ですから。試しに使ってみたら使えちゃったみたいです。何？まだ力が弱いのか、何回も連続で行使するのは難しそうですけど。まあ今ならもう一回くらいいけると思いますよ。え？そうなの？あ、だから一応お伝えしておきますけど、もう始まってますのでご注意くださいね。始まってる？何が？呪詛の条件狙ってますよ。
心理戦だ。嘘の条件、今行使できる。油断してた。夕方でももう行けるんだ。アダム、落ち着いて。どうすればいい？何を聞けばいい？マジかー、めちゃくちゃあんじゃん。適当に聞いてみるか。いやいや、そんな話よりそんなに動揺するということは、やっぱり呪詛玉持ってますよね。おばさまも貸し主ですよね。いえ、散らばくれるか。あ、それです。え、マダム、ロケを踏んだのか。これ嘘ついたらいかんってことなのかな。でもそれは罪、ゲームの嘘玉に近いんだよな。まんまとやっちゃいましたね。それじゃボコボコタイム始まりです。もうなんでこの後に及んで隠すんですか。走り主じゃないなら最初から来ないですよ。わあ、撲殺されてる。ああ、やめろ。うん、残念ながらもう死んでますね。なんということだ。おばさまの呪詛玉はいただいておきますね。まあ、なるほど。送り表主義の条件は着火器具か。危なかった。さてと、安定さんはどうします？あなたは貸し主じゃないので、別に見逃してもいいんですけど、私を捕まえようとするならそういうわけにもいかなくなりますね。どっちにしますか？あいつの条件が確定できない。仮説で動くのは危険か。あの依頼主はもう死んでるわけですし、探偵がわざわざ私を捕まえる理由はないですよね。市民の務めとして君を通報することはできるわ。びっくり、まさか今さら正義の味方気取りですか。どっちも最高のたまった玉を奪おうとしていたくせに。あ、特に言い返すこともないようですので、私はこれで失礼しますね。こいつサイコパスだな。わあ、走り主であったシニマハルエを呪い殺したことで、当のあやみの持つ全ての呪詛玉のサイコンの合計は 100% を超えた。しかし遠い過去に死んだ人物を蘇らせるには、より多くの再婚が必要になるため、彼女の願いを叶えるためにはまだまだ再婚が足りなかったようだ。なので完全に日が暮れ、霊野菜の効果が高まるのを待った後、彼女はねじまふみちかから奪ったアタハの足の術玉を用いて、個人情報を知っていて、かつ自分にとってどうでもいいと思う人物から順に呪いで殺した。え？アタハの足、能力ってどういう能力？アタハの足。能力は何だったの？個人情報がうんたらかんたら言ってたから、個人情報を知ったやつを殺せるっていう呪いなのかな。まあいいや。母の足の呪いの条件、あ、ここでわかるんだ。この時点の顔、住所、氏名、年齢、職業、所在地の全てを知る相手の手足を切断して失血死させる。顔、住所、氏名、年齢、職業。
ああ、これデスノートみたいな感じなのかな。まあ、デスノートよりも条件は厳しいか。住所とかも知らないといかんかな。この奥はこれまでに女子大生という肩書きにホイホイ寄ってきた大勢の男性たちであったが、被害者の中には堤哲夫も含まれており、しかも貸し主ということで、放送に丁寧にかけていたため、自分の親父も殺してんのがこいつ、やべえな。捜査チームが混乱し、彼女を取り逃がすことになったという。それから各所から名簿や電話帳を手に入れ、個人情報を知った人物を片っ端から呪いで殺し、自宅にいると何もないのに突然手足をもがれて死ぬという怪奇事件症が全国各地で多発し、社会を震撼させることになった。やばっ、やってることやべえ、こいつ。わあ、終わったー。マジかよ。でもこれじゃあ話が分かんないよな。バッドエンドなんだろうけど、こいつやってることやべえ。アタハの足は江島文親が持ってたやつは個人情報を調べて顔と名前と何だっけ、住所となんかそれぞれを知れば殺せるって言ってたな。それからしばらくして怪奇現象が収まってきた頃、現代に彗星のごとく現れた天才浮世絵師、天才浮世絵女性画家が話題になる。その人物は謎の破境女子を名乗り、次々に優れた作品を発表し、瞬く間に名声を上げていた。北斎を生き返らせて、姿をどっかにかくまって、自分が作ったよっていう風に作品を発表していったってことかな、あやめが。言ってることやべえ、こいつ。自分の父親も殺してさ。その技能はまさに、葛飾北斎が現代に蘇ったようだ、と高い評価を得て、歴史に名を残すことになったという。エンディング4、当のあやめの本懐。こいつの目的は達成されたわな。マジか。選択肢を間違えたんだと思うけど、うーん、いいえ、取り消せませんよ。それよりそんなに動揺するってことは、やっぱり術は持ってますよね。おばさまも貸し主なんですよね。さっきいいえって言ったらダメだったから認めるか。ええ、そう、どうせ気づいてたのでしょうけれどもまあそうですよね。昨夜の時点でちょっとしらじらしすぎますもの。この住所的に寿影は送り表主義ですか。ええ、そうね。え、貸し主を呪い殺せれば大根がたくさん手に入るんですよ。知ってるけど、お互い笑顔なのがなんか怖いな。やばすぎ。どっちもお互い殺そうとしてんだよ。探り合ってる。根島文親を呪いで殺して大根を手に入ったのかい。ええ、あいつの持ってた磯玉にもいくらか溜まってましたから。あと貸し寝主一人分あれば 100% にはなるかなと思うんです。磯玉の再婚って合算できるの。そうです、技術に必要なのは再婚だけですから。どういう形であれ、必要な数さえ揃っていれば大丈夫みたいです。そう、じゃあ私がそれを奪ってもいいのね。まあおばさまったら、ははは、やる気満々じゃないですか。これ怖え、これ怖えな。
待って。これちょっとスクショ撮るわ。これ怖え。女の戦いって感じだな。よし。まだ無理。交渉するか。嘘、講師。ねえ、あやめさん。え、何、またまさか先制攻撃しねえと殺されるんだって。燃えた。キャー。ああ。マダムの勝ちだ。マダムどうして。あ、これもバッドエンドっぽいけどな。今しかなかった解散。依頼料清算してくださる。承知した。数日後、さっきはあやめが目的を達したんだけど、今度は雨漏りって誰だ。はい、呼びました、リヒタさん。あ、君は亡くした子を呼ぶ母が隅田川に祈り蘇らせたという伝説を知ってるかい。何ですそれ、雨漏り。うむ、人飼いにさらわれた我が子を必死に探すあまり正気を失った母は隅田川で息子の死を知り塚を建ててそこで祈りを捧げ続けたところ、なんとその塚から息子が蘇って現れたという伝説だね。脳の題材にもなっているものだよ。これで、いや、伝説は本当にあるんだなと思ってね。だけどこれは、すみません、リヒタさん、2回目ですけど。まあ、春江が、息子を生き返らせたってことなんだろうな。うん。子供を、まあ、奪った呪詛玉の、その、再婚を使って、秘術を手に入れて、息子を生き返らせたってことなんだろう。これはこれで多分新エンドじゃない。あ、新エンドっていうか話の黒幕とか分かんねえから。さっきはあやめが目的達成したエンドで、今度は春江さんが目的達成したエンドなんだろうな。あ、時間もちょうどいいし、今日はこれまでかな。このエンド見れたきよかったね。なんだろう、選択肢また間違えてたのかな。やっぱ先制攻撃しちゃダメか。お互い殺さないようにしない。呪詛使っちゃダメかな、だから。でもあれ使わないと、なんか殺されそうだったんだよ。実際殺されたしな、さっきな。このエンドじゃ何もわからないからバッドエンドなんだろうね。あ、でも、アルエさんは目的達成されたけん嬉しいだろうな。やってることやべえけど。なるほどね。エンド何個あるんだろうな。まあ、またこの、ハルエ VS アヤメの続きからやりますかね。俺はこれは、ようこそ我がオフィスへ。タースは汚く、狭くて汚いところですが、どうぞこちらへ。エルネスティーネ、ご挨拶は？そう、よくできたね。いい子だ。お、そちらの少年が例の。いや少年、僕が探偵だ。
お母さんには少し前に世話になった。おほ、なんと将来は、なんと将来は探偵を目指していると。それはいいね、警察官よりおすすめするよ。おいおい、やめた方がいいとはどういうことかね、雨森少年。それよりも早くお茶を出したまえ。おっと、これは失礼。では 改めて今回の依頼内容をお伺いしようか。シギマ・ハルエの伝説。最後生き返らしたその息子と一緒に探偵事務所に来たんだろうな。またこの続きから今度次回からやるか。ああ、こっち選ぶのもありかもな。決戦前いやー、女の戦いちょっと怖かったな。ちょっと面白かったな今日は。一気に話が進んだ。まさか遠野綾部がこんなやべえキャラだとは思わなかった。しかも堤警部の娘っていうのかな、分かんなかったな。警部は結局娘が殺人犯根島文親を逆襲して殺してるから、どういう、ね、決着をつけるんだろうな。まあ今日はこの辺にして終わります。じゃあ、お疲れ様でした。パラノマサイト、また続きたいと思います。多分次ぐらい、次か次次次の次ぐらいで最終回かな。またつまらなんだ、途中で止まらなければ、つまらなければ多分次ぐらいで最終回じゃないかな。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございます。